さて、よっと。やあやあ。おう。わざわざご苦労さん。あんたたちだけか。いきなり本拠地に通すわけないだろ。余興とでも思ってよ。しかしどう見ても普通のガキだ。人のことガキとか言えんの？兄貴をバカにした奴には弟の俺が分からせる決まりでな。兄弟なのか。しかもこっちが兄。マグナス兄弟って言ったらそこそこ有名になったかと思ったけど、いいよ、一回目だから殺さないでおいてあげる。それにお前らの活躍、珍しくルイ様が満悦だったしね。ルイ様に会わせる前に質問を答えてよ。今度はよく考えて喋らないと。知らない。お前さ、どんな王様を目指すって売り出したの？言ってみなよ。どんな種族だって平等に扱う。ルイ様もそうらしいな。何々しいな、お前。実力主義と平等は全然違えんだよ。はあ、ピンとこない答えだな。建前の話はいいだろう。全てはルイ様の目に留まるためだ。そいつは果たした結果が全てじゃないのか。俺の質問にも答えてもらう。なぜルイ様の部下になりたい。本心を言え。フォーデンが気に食わないんだ。確かに連中は正義なんか語ってないよな。けどだからって司祭を大観衆の前で吊るし上げて人気取りに使おうなんて、お前らも人のこと言えんの？別に万人に好かれようとは思ってない。悪は正す、それだけだ。まあいいや、物おじしないそのクソ度胸は認めてやるよ。確かにお前らは結果を出した。グローデルみたいな手は違う。少しは使えそうだ。喜べ、兄貴のお許しが出たぞ。歓迎するぜ、信じ。今んとこはね。
エルダ族なら分かるだろう。少数種族にぶち当たる世間の高い壁。ルイ様は俺たち希望だ。あの方を王にするためなら何だってやる。今日からはお前なんだ。来い。ルイ様は凱旋者カラドリウスでお待ちだ。妙な気は起こすなよ。上位候補を守る王の魔法とやらは大層強いぞ。資格を10人くらい捉えてルイ様が実験したが、全員あの魔法の鎖でくたばった。ついにルイの空飛ぶ城に入れるな。貴重な機会だ。できればルイと会っている間に誰かが中を軽く探れるといいんだが。私？こればかりは他に適任がおらん。なぜ一人いなくなったのかと言われてしまう。単独潜入とか責任重大じゃん。でも分かった。凱旋者に入ったら様子を見て別行動開始だな。どこだ？いい？さて、すぐに行こう。ねえ、よっと。はっ。ねえ。ほっ。こうしろ。ほっ。ねえ。パスタ。ご機嫌よ。さて、行くわよ。おい。すごいね。おい。行くわよ。くそったれ。見て。
いいか。行くぞ。へえ。まあ。にしても。おい、なんだ。おい。ここは美しい町だ。何より気風がいい。併合戦争の時代、ユークロニアはオセアナ海軍だけはついに破ることができず、名誉を捨てて大嵐の被災後を尽くしかなかった。連合王国となった今も力への誇りがこの町を生かしている。我が配下に入りたいのだったな。だが私から話はない。お前の最も知りたいことは何だ。私に問うがいい。答えよう。そのために呼んだ。そう来たか。どうやってフォーデンに勝つ気ですか。奴に死を与える。勝つのに必要だからではない。あの男と聖教はこの国の死病だ。切り裂いて取り除くほかない。候補者は王の魔法で守られるのでは。王とて神でも必ず方法は信念のある顔つきだ。手元に置けば役に立ちそうだ。老頭ともども私の配下となることを許そう。ありがとうございます。魔法銀で作った心臓だ。トゲで指を切って血を垂らせ。同じ心臓に血を通わす忠誠の儀式だ。ああ、でも気をつけてね。もしお前に双心があれば腕もお別れもなのか。不安か。それは恐怖と不安。人は常にそれに負けて道を誤る。制すのは力と掟のみ。それが我が理想だ。無事みたいだな。揃って情けない顔。冗談だっての。
そんな面倒な仕掛け作るかい。8月の13日、この町で夜会を開く。お前たちのお披露目の場となろう。認められた仲間内だけの会合のことだ。栄誉に思え。私の滞在する宿場で催すつもりだ。凱旋者の整備が必要でな。それまではお前たちも好きに過ごすがいい。ここだけ他と明らかに雰囲気が違う。入るには鍵が必要なのよね。できればこの先も調べておきたいところだけど。例の少年候補、もう来てるのか。ちょうどルイ様に挨拶してるらしい。まさかこっち側に着くとはね。そのうちどっかで顔を合わすかもな。さ、俺たちは俺たちで見回りを続けるぞ。まずい、こっちに来る。どっかに隠れなきゃ。扉の先？まさかこんなところに通じてるとはね。見張りもいるし、いかにも怪しい場所ね。きっと設計図もこの辺に。誰か来る。あと少しなのに。あれって歌姫なの？何してんの？ジュナ様、どうなされました？今日ここに見張りはいらないって言っといたはずだけど。そうは言われましても、ルイ様の部屋ですし、念のための見回りと言いますか。いいから、今日は下で見張ってて。わかるでしょ。ほら、後でルイ様が来た時、あなたたちが外にいたら気まずいでしょ。ほら、親密なことだってあるかもだし。親密。バカ、野暮なこと言わすな。失礼いたしました。すぐに引き上げますので。危ないとこだった。また人が少ない時を狙わないとダメね。急いで元に戻さなきゃ。もう並んでた順番どうだっけ。魔法の術式、まさかあれが設計図。悔しいな、あの大きさ私じゃ持ち出せないけど、場所はこの部屋みたいね。ついにルイに認めさせたか。誓いを交わしたとなりゃ凱旋者も調べやすいな。だがガリカが心配だ。無茶を頼んでしまった。無事だといいが。どうやら杞憂のようだぞ。たった今。聞かなくても収穫ありって顔だな。当然でしょ。図面のありか見つけたよ。実物らしいものを見た。たとえあれがそうじゃなくても、あの部屋のどこかにあると思う。でかした。よくぞ見つからずにやり遂げた。例のジュナっていう歌姫がいてね、あの部屋多分ルイの私室だと思うんだけど、何してたのかな。ともあれ道順は分かったわけだな。まあそうなんだけど、ちょっと厄介かも。ルイの私室に行くには変員区画ってとこを通って、そこから右舷廊下か左舷廊下を通る必要があるの。通るための鍵はそれぞれの持ち場の責任者が持ってるわ。さらにルイの私室に行くためには環境にいる代表者が持ってる特別な鍵が必要よ。要するに変員区画、右舷廊下か左舷廊下、環境の3区画を攻略する必要があるわけだな。私室の前はいつも見張りがいるみたいだから、人が少ない時間帯を見つけないと忍び込むのは無理そう。人が少ない時間か。なら
夜会の晩はどうだ。さすがに出払うだろう。お披露目だと言われたろ。我らがいないなんてわけにいくか。短時間抜け出すだけならどうだ。潜入経路を確保したり、人が減る時間を探ったり、前もって準備できることも多い。全て事前にやっておくんだ。当日はガリカともう一人だけが抜け出し、最短距離で盗み出して戻る。その役を誰がやる。耳のいい拙者か。いや、おそらく最善手はこいつだと思う。主賓を不在にするのか。相手はあのルイだ。誰がかけようが必ず気づく。そうと分かっているなら一番強いやつが行くべきだ。どうする。ほぼ単身潜入だが、やれそうか。やるしかないよ。君というやつは。まったくもう、次から次へと綱渡りばっかり。なら早速明日から下準備の潜入作戦始めなきゃね。今日は宿に戻ってゆっくり休みましょう。そういえば。ああ。なるほど。いいか。ユイか。おやすみ。神王が決する日にまた一日近づく。さて、とはいえ、ああ、準備しないと。ああ。よし。集中しよう。
行きましょう。どうも。では頑張りましょう。さて、この程度にしとけ。力を見せてみろ。やろう。
準備が必要ね。そういえば。ねえ。さて。行こっか。ねえ。よっと。教えてほしい。教えてほしいか。あ、ここだけの話。なるほど。教えてほしいか。教えてほしいか。ここだけの話。それなら。教えてほしいか。もう。ここだけの話。ありがとう。教えてほしいか。ここだけの話。それなら。知りたいか。知りたいか。ここだけの話。なるほどね。知りたいか。だね。ここだけの話。
さて。そうね。さ、どこにしようか。行こう。よっと。どこにしようか。行こう。さて。よっと。よし。